ベンジャミン・シーボーム・ラウントリーは、イングランドの社会調査家、社会改革家、実業家。特に、1899年、1935年、1951年の3時に、わたって行われたヨークにおける調査で知られている。最初に行われたヨーク調査では、市内の貧困層の生活状態について、広範な調査が行われ、調査者が、 労働者階級の過程をしらみつぶしに訪れる全数調査が取り組まれた。貧困は貧困者自身に責任があるという伝統的な見解に対して、ラウントリーは貧困は低い賃金の帰結であると主張した。ラウントリーの調査は20世紀前半の日本にもよく紹介されていたが、性の表記には揺れがあり、1916年に発表され、日本の市総会に 多大な影響を与えた、川上はじめの評論、貧乏物語では、有名なる、ローンツリー氏の貧民調査などと、ローンツリーと表記され、1921年に、最初の日本語訳書として、生活費の研究が出版された際には、ラウンツリーという表記が用いられた。シーボーム・ラウンツリーは、クエーカーで、食料雑貨商から、ココアやチョコレートの製造業者として成功した父、 ジョセフ・ラウントリーと母、エマ・アントワネット・シー・ボームの次男として、ヨークに生まれた。幼い時には、家庭内で教育を受け、10歳からブーサム校に学んだ。ラウントリーは、小学期に渡りマンチェスターの応援ズ・カレッジで学んだ。あと、1889年に家業に入り、同社の最初の科学部門の基礎づくりをした。 1897年に事業が有限責任会社化された際には取締役となり1923年から1941年まで会長を務めた。実業家としては高能率を追求してその果実で高賃金を実現すべく務め、企業内福祉の充実にも取り組んだとされる。ラウントリーは1897年に技術者エドウィン・ポッターの娘、 リディア・ポッターと結婚し、四男一女を設けた。妻に先立たれた後、ラウントリーは、ハイ・ウィカムにある、かつてディズレーリの屋敷であった、ヒューエンデンマナーの一翼を住まいとし、そこで心臓発作のために死去した。都市における貧困、ダブリンのスラム居住者たち。1901年頃撮影。ラウントリーが、ヨークの貧困を調査研究したのは、 父であるジョセフ・ラウントリーの業績やロンドンで調査を行ったチャールス・ブースの業績に影響を受けてのことであった。ラウントリーは、ヨークの貧困層の生活状態について、すべての労働者階級の世帯を対象として、訪問する広範な全数調査を実施した。その結果、11,560世帯、46,754人の詳細な情報が集められた。 この調査研究の結果から1901年に出版されたのがポパティ、A Study of Down Life であった。その中で、ラウントリーは、ヨークの裕福な世帯についても調査をして、健康的生活に要するものを確保できる。ために、それぞれの家族が毎週必要とする最低限の金額を意味する貧困線を導き出した。 このかろうじて生存を維持する水準は、光熱費、家賃、食料、衣服、世帯や個人の小物類の費用を賄う経費に相当し、世帯の規模によって調整された。ラウントリーは、科学的な手法を用いて、この水準を導き出したが、これは、それまでの貧困研究では用いられていないものであった。例えば、彼は、当時の一流の栄養学者たちに助言を求めて、 人々が病気になったり、体重を減らしたりしないために必要となる最低限のカロリー摂取愛量や栄養バランスについても見出そうと試みた。ついで、ヨークにおける食料品の価格を調査し、地域で最も安い食料品の価格をもとに、最低限の飲食物を買い求めるのに必要な金額を計算して貧困線を定めた。この手法を用いたところ、 ヨークの総人口の27.84%は貧困線を下回る水準で生活していることが明らかになった。この結果はチャールズ・ブースによるロンドンの調査の結果と一致するものであり、悲惨な貧困はロンドン特有の現象であり、イギリスの他の地域には及んでいないとする当時一般的であった認識に挑戦するものであった。ラウントリーは貧困線を下回っている。 貧困層を、その貧困の理由によって二つのグループに分けた。一時貧困の状態にある世帯は、基本的な生存に必要な物資を賄うのに、必要な支出に見合うだけの収入を得ていなかった。二時貧困に分類された世帯は、基本的な生存に必要な物資を賄うことが、可能な収入がありながら、金銭を飲酒や賭博など、別の方面で消費してしまい、 生活に必要な物資を賄えなくなっていた。調査結果の分析において、ラウントリーは人生のある一定の段階にある人々、例えば高齢者や子供たちは他の年齢層に比べ貧困性により下の深刻な貧困に陥りやすいことを見出した。これを踏まえて彼は貧困の循環という考え方を定式化したが、これは絶対的貧困に陥ったり、 そこから抜け出したりという王冠を人生の途上で経験する人々もいるということを示すものであった。ラウントリーの主張は貧困は低すぎる賃金がもたらす帰結だとするものであり、伝統的に考えられていた貧困は貧困者自身に責任があるという見解にことを唱えるものであった。ラウントリーは1936年にヨークにおける貧困についてさらに調査を行い、 この結果の報告にポバティプログレスという表題をつけた。この調査は先に行われ最初の調査とほぼ同じ手法に基づいて実施され、ヨークの労働者階級の中に見出される絶対的貧困世帯が前回調査から半減していたことが明らかにされた。しかし、ラウントリーはこの調査における貧困線の定義を前回のものとは変えており、 それによって絶対的貧困の基準も変わっているので、直接の比較にはなっていない。この調査において、厳密に言えば、生存に必要とまでは言えないものであっても、必要と認められる費用の例として、新聞、本、ラジオ、ビール、タバコ、休日の支出、贈答品が組み込まれた。彼が導き出した結果は、貧困の原因が数十年の間に大きく、変わったということであった。 1890年代には一時貧困の大きな理由は低賃金であり52%に達していたが1930年代には失業が44.53%を占め低賃金はわずか10%になっていた前回よりも認められる必要な物資の範囲を広げたにもかかわらず貧困状態にある住民の比率は1936年には18% さらに1950年には1.5%と減少していった。貧困者の比率が低くなったことも踏まえ、ラウントリーは残された貧困者への支援に乗り出し、仕事を得たことで、さらに多くの人々が貧困を脱出することができた。ラウントリーは、ヨークにおける3回目の調査を行い、1951年に、ポバティザ・ウェルフェア・ステートという表題をつけた、報告を、 調査の助手であった GR レーバース海軍中佐と協作した。以前の調査が全数調査であったのに対し、今回は標本調査の手法が用いられた。1950年代には、すでに絶対的貧困は、高齢者の一部など、局所的に残存してはいたものの、もはや大きな問題ではなくなっており、拡大されてきた様々な福祉の提供によって、 残存する貧困もやがては根絶されるものと考えられていた。貧困の克服は1950年代の豊かな社会の到来による経済成長によって、また政府の完全雇用政策や福祉国家の成功によって達成された。福祉国家の運営は富裕層から貧困層への富の再分配を実現し、労働者階級の生活水準を引き上げたと考えられた。 デビッド・ロイド・ジョージがラウントリーにイギリスの農村の生活状態についても調査するよう促したことをきっかけに1913年には農家の生活状態を検討したザラントとハウザ・レイバー・アライブズの2作が刊行された。そこでラウントリーは経営規模の拡大が農業の生産性を引き上げるものと考えられることを論じた。ラウントリーは 1918年のザ・ヒューマン・ニーズ・オブ・レイバーで家族手当と全国的な最低賃金について論じ、1921年のザ・ヒューマン・ファクター・イン・ビジネスでは、事業主は独裁的な指導力を発揮するのではなく、彼自身が工場で実践していたように、より民主的な手法を取るべきであることを説いて、自社の工場評議会制度を紹介した。ラウントリーは自由党の支持者であり、 自身の著作が自由党の政策に影響を与えることを期待していた。ラウントリーは1907年に当時通商大臣であったデビット・ロイド・ジョージと会い、親しくなった。ラウントリーは1912年に新設された土地調査委員会委員となり、第一次世界大戦中には軍事省副祉部長や再建委員会委員を務めるなど公職も歴任した。 1926年から1935年にかけては、ロイド・ジョージの政策研究集団の一員となり、とりわけ土地、住宅問題と失業問題について自由党の政策形成に大きな影響を与えたと評されている。ラウントリーからの影響は、自由党政権下で議会を通過した福祉改革に見出すことができる。1936年6月、ラウントリーは、 自由党評議会の一員に選出された。ポバティプログレスは第二次世界大戦後の労働党政権の政策に影響を与え、ポバティザ・ウェルフェア・ステートという語句は1951年イギリス総選挙において労働党が掲げたエンディングポバティと題されたマニフェストでもラウントリーが承知していないまま使用されていた。ラウントリーとラウントリーズ社は労使関係。 福祉、経営などの観点から、全く新しい地平を切り開いていた。リンドール・アーウィックは、ラウントリーについて、イギリスの経営者運動における最も偉大な先駆者、と、著書、ゴールデンブック・オブ・マネージメントの中で述べている。ラウントリーの進行は、彼の事業実践に影響を与えており、彼は、低賃金を強いる企業の存在は、国家経済と人類に有害だと信じていた。 父女性フラウントリーの代以来、数多くの従業員給付が導入され、賃金の引上げ、8時間労働制、年金制度などが導入された。1904年には従業員に無料で助言を与える産業医が雇用され、その後は事業所内に司会が常駐する司科部門が設けられた。1920年に初めて、 アメリカが死臭国を訪問して以降、ラウントリーは延べ16回も渡米して、講演を行い、自らの経営思想の普及を図った。ラウントリーは19、1919年に産業福祉協会の創設に参加し、1940年から1947年に、かけては会長を務めた。また、1920年には、オックスフォード会議を創設した。 1947年にイギリス経営者協会が設立されたとき、ラウントリーは名誉創設会員の一人とされ、また1952年にはイングランド人としては初めて同協会の名誉フェローとなった。ラウントリーは訓練を受けた専門家に大いに信を置いており、そのココア工場に多数の専門家を雇用していた。その中にはオリバー・シェルドン、リンドール・アーウィック、 クラレンスノースコット博士などが含まれていた。工場はテーラー業界の企業会員となっており、その会長であったヘンリー・ウィラード・デニソンにも称賛されていた。1922年にはラウントリーの監督の下で産業心理学部門が設けられ、イギリスにおいて心理学的な採用試験を導入した先駆的な取り組みを行った。心理学者として雇用された。 ビクター・ムアリーズは、志願者が上手にチョコレートを箱詰めできるかを見極めるために、型の異なる板を多数用いた新しいテストを開発した。また、ラウントリーは、全国産業心理学研究所にも深く関わり、1921年の創設時から役員を務め、1940年から1947年にかけては会長を務め、 役員を退任したのは1949年であった。ラウントリーは1924年秋に妻リディアと秘書を伴って来日し、10月16日から11月14日まで滞在した。その主な目的は森永聖歌との業務提携を目指した商談であったが、これは結局のところ実現しなかった。この間に、 森永太一郎や松崎佐田三郎ら森永関係者のほか、渋沢栄一、高久仁之介、上田達之介、福田徳造、A キャロラインマクドナルドらと交わり、大阪毎日新聞や東京商科大学などで講演を行った。ありがとうございます。